まっちゃんとジャガーです。はい、今日はですね、はい、うちです。見ての通り、あ、うちです。これがうちなのね。はい、うちの庭です。あ、はい、ね、うちのはね、違う場所でやってるんですけど、はい、今日は珍しくお外で、はい、外でやっております。はい、ね、前回の動画は、はい、タバコ編でした。そうですね、タバコとお酒編タバコ、酒入ったタバコ編やったんですけども、まあ、まあその辺の外のポーカーですよ。ね、ポーカーじゃないですけど、それっぽい感じの、まあそれっぽいお茶目なやつをやって、はい、消化方法これだよっていう、あ、そうですね、やつをやったんですけど、正しいやり方っていうね。今日はですね、はい、あるもの3つ用意しました。あるもの3つ。まず1つ目、油。はい、油。はい、まあ、油ですから容器いるでしょ。だから金属製のものも用意しました。ああ、はい、はいはい。でもう一つ、お線香。お線香チーン、ナミオドーデンじゃないですけどそれに使うものってことですよね。はい、これで使うお線香。うちでもお世話になってますよ、今。ね、今お世話になってるらしいです。はい、で、あともう一つはタバコね、ご用意いたしますしてくれましたね、またね、今日用意させられました。はい、タバコに関しては火をつけるだけでいいです。今日吸わないで、はい、今日は吸わないです。はい、火をつけるだけで、はい、ちょっとどのぐらいの時間で燃えるのかっていう、はい、油の実験をしてる間にやっとこうと思います。はい、はい、やります。はい、で、吸わなきゃあれだよね、火が出ないよね。うん、そのまま放置してると消えちゃうからね。タバコね、一度火つけるとあれなんとちゃんと火ついてれば消えないんですよ。ああ、吸わなくてもいいの。そうなの。そうだよ、だって俺一回親父のタバコでいたずら心でやったの。そしたら、はい、あれなんかすげえって言う。あの彼の18歳で未成年ですから、まあ、吸っちゃいけませんから、ね、幼き頃にいたずら心でこうやってあれもうくっついたよ、あ、すげえタバコの匂いがいいって言う。ちっちゃい子は真似してないよ。本当良い子は真似してないよ。タバコは二十歳になってからですか。そう、水があるところに、はい、へいってやったから、そう、ちゃんと水があるところにやったんで、はい、うん、まあ、そういうことがあったんですよ。はい、なのでそれもあっての火をつけるだけだと。今日は家事コレクションってことで、家事コレクションやる、ね、実験でもあって検証でもあって学ぶ。今日はいろんな家事を見ていこうという、はい、通称家事コレクション。いやな、例え、ほんとこの人は、はい、家事コレクション2023ね、ほんとこの人はね、ほんと嫌な例えすっからね。やったらすぐゴミついちゃうな、もう。ね、これ台本のアレンジさんからね、アドリブで、台本じゃないですから、まあ、とりあえず、はい、お線香、油、はい、タバコの3つを用意して新聞紙の上でやろうかな。あ、なるほどね。あとね、ちょっとおまけにして、はい、壁の中によく使われてる断熱材の、あ、はいはい、中身ですね。外はビニールで覆われてるんで、はい、中身を使ってやろうかな。あ、なるほどね。そう、おまけということで、はい、なので、はい、タバコ何本もある。タバコ、うん、これ確認していいのかしら。じゃあ、じゃあ、あ、こっち。多分まだね、15、6本あるんじゃないかな。15、6本 ?15、6本あれば、十分です。多分、昨日、うん、1本使ったでしょ ?3 本でしょ ?3 本、3本使って、で、昨日の夜2本吸って、さっき1本吸って。1本吸って、え、来る前に1本吸って、あ、13本ですね。はい、13本、はい。はい、13本あるはずだということだったんで、はい、まあそんぐらい例えば、はい、いいんで、はい、こう見えてタバコ今まで吸ってなかったんだけど、吸ってなかったじゃなくて再開したね。この動画のためにタバコを吸うっていうね。ね、今日はね、うん、動画のために吸ってたんですけど、前回は吸いましたからね。結局再開したっていうことで、はい、再開というよりも、うん、前回のまあ動画だやけで吸おうかなっていう感覚だったのか。感覚というよりも、まあどうせね、
また動画撮るときにまたタバコ買えばいいかなみたいならしいです。はい、最近ちょっとね卒業したつもりでいたんですよね。はい、最近吸ってなかったんですよ。卒業をやめた？やめたというか入試しました。はい、まあそれはさておき、入試があってちょっとそれが落ちちゃって、また再入学再入学はい、するはめになりまして、はい、まあそれはさておき、はい、はい、まあ、ね、今日はねやっていくんで、はい、はい、用意していきましょう。それではレッツゴー。じゃないよ。これ以外にどうやって吸うんだこれ。いや、これでいいと思う。はい。まあやっていくんですけど。はい。はい。ライターはあります。ありますよ。あります。はい。じゃあ最初はですね、お線香やっていくんですけども。はい。やっていくんですけども、はい、ちょっと貸してください。はい。はい。100万円ね。使用料100万円。怖いな。はい。はい、まあこんな感じでお線香つけました、はい、はい、見えるかなみんな。まあこんな感じで、まあこんな感じでついてるんですけども、はい、これを新聞の上で、まあ想定的には倒れたっていうことでやっていくんですけども、一つ線香使うってことはないと思います。ここでちょっと刺しておいて、で今ちぎった新聞紙を、はい、用意しました。でこれを これまとめた状態で、まあ、こんな一気に倒れることないだろうけど、まあ、倒れた想定で倒れるどころかうちでやんないかってね。本当倒れた想定でやるんで、みんな真似しダメよ。そう、真似しないと思うけど、真似しないと思うけど倒れた想定で一応やるんで、じゃあお線香これまとめてつけていきます。はい、はい、で今ねちょっと火力ね強いからねこれすぐつくわ。すごいね、お線香の匂い。それは線香の匂いしてる。はい、線香じゃありませんか。ね、今ねこういう感じでついたんで、あの新聞にの上にポンと置いてみます。はい、でちょっと拡大しましょう。新聞の方ね拡大します。でこれ倒れた想定、まだ、はい、ちょっと見えるかな。だんだんね新聞紙ね焦げて穴開いてんの。見える？見えるね。ねこれあれじゃない、カトリ線香もやるってもあったじゃない。そう、蚊取り線香もやるって言ってはあったんだけど、この時期だからさ、やってないからさ、そう、時期的に、うん、言ってくれれば、持ってきたのに。あ、そうなの。そうだよ。はい、ねえ、ね、だけを取り出してみましょう。はい、はい、ね、ちょっとね、拡大あれなんで、ほらこの通り、わかります、ね、こういう風に燃え広がって、こっちの方はくっついてる部分だったんですけど、ね、こういう風に焦げ目がついております。穴っこ開いたね、隣にほら、ね、これがお線香の、ま、ほら
焦げてるよ。分かるよこれ。タバコの方がね意外と早いかも。そうだよね、燃え広がり方が。使ってる素材が違うからね。そう、素材が違う分、うん、ほらこの部分が焦げてるんですよ、置いてる部分が。見えます？ちゃんとタバコのね、これこういう感じなんですよ。うん、うん、それがね、それがついてる状態で置くとこうなる。そう、もうちょっと置いてみます。はい、今ね、あの灰が、灰ね、あのちょんちょんってやらないとあれなんですけど、燃えてるんですよこれは。まあタバコ今吸ってるわけじゃないんでね。うん、吸ってるわけじゃないんで、ちょんちょんやってるわけじゃない。はい、あれなんですけど、やる必要多分ないと思うんで。はい、で、試しにこの上にちょっとした枯れ草を置いてみましょう。これね、枯れ草で、これでどうなるか、うん、色もさっきはちょっと透明っぽかったけど、今白っぽいもんね。ね、今ね、白っぽい、まあ、タバコの煙も白っぽいんであれなんですけど、濃いめの白。あ、そうね、濃い。まあ、これはまあ吸ってない状態だよね。うん、吸った時の煙はどうなのかというと、うん、おー、すごい匂い。まあ、この、これが真っ白い煙から、まあそうですね、今僕映ってるの多分煙だけで、すごい白い煙だと思うんですよ。うん、これだけなんだけれど、これが吸った方で、でこっちの方は吸ってない方で燃やしてると、うん、いうことです。これだけ気をつけて。うん、はい、じゃあ今どうなってるか。あら、焦げて、これ取るかな、ね、ほら下の方はこういう風になってます。開いてます ね、開いてます、はい、ね、で こっちはもうこれ焦げてるんですよ、はい、一部だから。これが今日はね、あのまああのいろいろとね、灰のあれもあってがね、普通に燃えた状態。まあこれが野焼きするとこういう風に勢いよく燃えるようなやつです。じゃあ野焼きの状態でゴミを捨てるという感じなんですけど、うん、じゃあ、ね、あいにくゴミがないんで、じゃじゃん、これみんな、わたあめ、はい、みんなこれなんだかわかりますか。これね、断熱材なんです。わたあめじゃないな。わたあめじゃないわで、これ燃えるとどうなるか、はい、綿あめを燃やすとどうなるのか、なかなかね、あの、はい、嫌がって逃げちゃってますよね。ちょっと木の棒でちょちょんって、これ家に使われてるものですからね。はい、家で使われてるものです。皆さんの家にもありますからね、はい、家にくっついてるけどね、うん、はい、どうなるかって言ったら、焦げた綿あめが出来上がりさあ、失礼します。やっぱりちょっと火に触れただけでもこういう風に焦げます。そうね、やっぱり断熱材、ね、燃えやすいだけあります。で、これをまあこれ広げた状態で、まあ直にね行きたいと思います。はい、この断熱材頑丈ですね。頑丈っすね。そう、実を言うと断熱材って最近頑丈になってるんですよ。ああ、頑丈っていうか、あのガラスで
を使われてる場合もあるんですよ、最近の断熱材って。まあ、燃えにくいもの、まあ、熱をこもらせるものになりますので、断熱材っていうのは熱をに、はい、逃がさない素材になってます。はい、はい、なのでこうやってやっても燃えない。そう、焦げない限り、まあこれ多少は溶けても、はい、ね、見えてます今。そうです ね、はい、はい、こういう風に焦げるけれど溶けるだけなんですよ。そうですね、うん、今直火でやったけど、うん、でもこれがこれちょっと枯れ草を使ってちょっとやってみます。アレクサ、カレクサなんつってね、はい、ね、さあそれやるとどうなるでしょう、ね、枯れ草の燃えてる枯れ草の上でちょっとやってみましょう。はい、焦げてますね、うん、焦げてるんですけれど、はい、でもなんかね、か断熱材が避けてるというか火が避けてるというか、そう、被害受けてますこれはね。まあそれはそうですよね、火で炙られてますから。はい、火が避けてるというか、うん、なんか消えてきているような感じがするんだけど、断熱材があることで、まあ、断熱材って相当な熱じゃない限り燃えない素材にはなってます、ね、まあ、まだ熱量、はい、ね、ちょっと足りないというか、今ね、枯れ草で炙った程度に、はい、火にも頑張ってもらいましょう。はい、頑張れ頑張れ頑張れ、じゃないですけど、はい、はい、まあ一応奥の方の黒くなっている枯れ草はまだ燃えてますね。ああ、はい、まあね、じゃあちょっと断熱材だけ拾い出しましょう。はい、どうなってるか、あ、いっけ、釘があった。さあどうですか、拾い出した断熱材なんですけども、はい、ちょっとね白くなってますね。黒くなってる部分もあれば白くなってる部分もある。そうですね、はい、むしろ色が剥げたみたいじゃないですけどね、でも溶けてもあるし、ちょっと剥げてるじゃないけどね、うん、そんな感じになっております。これを剥げと呼ばず何と呼ぶか今回ですね、断熱材を、はい、まだちょっと持ってるんですよ、ここに、はい、ちょっとね、縮小しましょう、はい、これここにあるんですけども、はい、まあ、そんな感じですよね、ソーラーでっていうかね、うん、太陽の光浴びて、うん、鏡でやるとこうなるよっていう、はい、まあちょっとね、虫眼鏡でもそういうのがありますからね。ね。うん。はい。で、まあ、ここのあたりで、はい、触れてたんですけども、まあ、焦げてます。はい。ね、見ての通り。ちょっとこれで、まあ、断熱材の中に落ちたっていう手でやってみましょう。そうですね。はい。はい、こうやって埋め尽くす。ね。で、これでどうなるか。はい、はい。はい。はい。見てください。炙り焼きやん、これ、ために。炙ってるだけしか見えないんだけど。ね、わー、ポテチの炙り焼きだ。ほら。お。実はこの実験ね、うん、昨日見た漫画にありました。はい。ちょっと、癖。はい。こんな感じで。焦げてます。はい。火でやると、焦げる。あ、でも、くすぶってるよね。くすぶってます。この辺でもくすぶってます。なぜかというと、これポテトチップスが揚がっ、はい、油で揚げてるもんなんで。はい。油に反応してるっていう。で、ことらしいです。ちょっとポテチの上に置いちゃうけれど。
ポップコーンどうなるかって言ったら、炙りポップコーン、はい見えてないよ、ポップコーン焦げてるよ、はい、こんな感じで焦げ具合がね違うんすよ、はい、これポップコーンとほら燃えてるでしょ、あのポテトチップスより燃えてるよね、うん、ほら着火剤になってるんですよポップコーン、そうね、ポテトチップスでやるよりは、うん、ポップコーン着火剤にした方がいいよね、ね、うん、そう、あるあのアニメの実験で、アニメじゃないです、漫画です、漫画で、はい、まあ漫画の漫画でもあってアニメになっているものになりますんで、はい、そうね、でもまだこのね回はね放送されてないですよ、ああ、そうなんだ、そうだよ、だって昨日買ったの俺最新刊だもん、あれ、あ、そうなんだ、そうですよ、ちょっとね、もったいないけれどこそんな、今のような感じで燃えます、はい、じゃあ、次は何か、次はこちらのなんと油、お酢油、油、はい、油ですね、ね、油になります、こちらをね、ぶっかけてどうなるのか、まあ、ちょっと失礼しちゃう、ギャラのプラ次じゃないですか、これ、はい、火事になるよ、これ絶対火事案件だね、これね、いいの、そんなにたっぷりやっちゃって大丈夫か、これ、はい、まあ、油って熱するとあの危険なものにもなるんですよ、まあね、そうですよね、で、なぜ今回油こんなにたっぷりにやるかというと、はい、家庭でよくやってるかと思います、まあそうだね、はい、よく家でほら料理するときとかね、料理するんですけども、火の不始末でちょっとね、そう、火の不始末でてか消し忘れあった、そうね、うちの近くでよくあったんですよ、まあね、火の消し忘れで油が温度の上がりすぎで燃えた、ね、はい、はい、まあちょっとそれを今からやるんだけど、やるんですけどちょっと多くないかっていうのですね、はい、どうする、これで大炎上したら、この木の先に、はい、あの木の先に火をつけて、はい、ちょっとやってみようと思います。はい、移るように。OK。OK。うん。今やってるんで、はい、これつかないですけど、つかない、手がつけてフェシリーじゃないけど、あ、ついてるついてる、はい、はい、特別サービスさあさあ楽しいカップワイヤーの始まりです、だけど、はい、ペットボトルに入れてたから、それであのペットボトルの中でさ、なんか蒸発してたでしょ、そうね、汗かいてたから、それもあるんじゃないかなって思えなかった原因が、で、菜種油だから、菜の花の種から作ってる油じゃん、そうですね、イコール水分あるんじゃないかと、若干、あ、私の頭の中でちょっと迷走しまして、
まあそれも動画の醍醐味として考えましょう。そうね、うん、今回の実験は失敗ということで、はい、まあ、ちょっと実験程度になりましたけれども、はい、ここまで見てくれているあなたはきっとためになっているでしょう。はい、はい、まあ、次回もねちょっとした、はいはい、あのちょっとしたね、はい、あのお話になると思うので、はい、ためになる話かもしれません。はい、ちょっと眠くなっちゃったらすいませんだけど、はい、信じられて信じないがあなたし、さっきかくしゃみ出てんかい。はいはい、まあというわけで、はいはい、今回の動画、はい、もしよければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。